こんにちは、山手の堀部です。今日ご紹介するのは、IC ベルリンのディエ・ウェター・ファーネです。こちらね、こうドイツ語でこう難しい名前ついてるんですけど、これね、実はね、シューペルトの歌曲あの冬の旅っていうあのからこうインスパイアされたメガネなんですね。あのその歌曲のね、名前がついてるモデルになります。でね、まあ、今回この、あのサングラスをねご紹介するっていうことなんですけど、あの実はあのちょっとねバイクね、ちょっと入手しまして、乗ろうかなと思った時に、なんかバイク用のね、メガネがいいのないかなと思って、ちょうど今ね IC ベルリン の, あのトランクショーやってて、こう全部のね IC ベルリン見れたんで、まあ、今回もまた自分のを、ね、探してたんですけど、こちらですね、あのサングラスっていうとね、僕ね あれなんですよ。あの映画でね、タクシードライバーっていうのがあって、ロバート・デ・ニーロがかけてたやつ、ね、こちらですね、こんな感じ、こんな感じのねサングラスがいいかなっていうのがこう根にあるんでね、それ探してたら、もうあのそのねタクシードライバーと同じサングラスもちょっと分かったんで、それも、いいかなと思ってたんですけども、やはりねあのクオリティとしてはねやっぱりね、IC ベルリンの方がいいんで、まあ、同じあの雰囲気だったらこっちの方が全然いいなと思って、ちょっとすごく気に入りました。で形もね、ねあのモデルに近いですよ。ちょっとかけてみますね。こんな感じなんですよ。あの今回ねご紹介するのは、ゴールドマットです。でね、僕がこうサングラスに描くイメージっていうのがですね、結構いい感じで実現されています。で、あとねちょっともう一つ気に入った点はですね、あのバイクのヘルメットをかぶるとですね、やっぱりこういったフルフェイス、ね、のさヘルメットをかぶると、こういったところにね入りにくいメガネだと困るんで、その辺もあの IC ベルリンのね、この細いあの特にこのモデルは細いんで入りやすいっていうのが一ついいなと思いました。IC ベルリンね、そのもの全体ですね、あのバイクのヘルメットとかね、あのすごくねかけやすいです。今ね僕が最初にかけてたこのアーバンっていうモデルでもですね、全然問題なくあのかけることができます。でこ の, あのもしねあのヘルメットとかでかけるあの使う時にはですね、あのヘルメットもね持ってきていただいて、あのヘルメットに合わせても調整しますので、自転車なんかもそうですけど、ギアを使う、あのこうヘルメットみたいなギアを使うあのスポーツとかあのする方はぜひね、あの実際 の, あのヘルメットを持ってきていただいて合わせるといいかなと思います。で実際にねこのヘルメットをつけて、このメガネをね、あのサングラスをかけてみたいと思います。マイクちゃんと入ってるのかなちょっと分かんないけど、こんな感じですね。どうですか、あの細さもねちょうどこの枠の中に入るし、あのスッと入ります。特別調整してるわけじゃないんですけど、すごくスムーズに入れることができます。でずれにくい、うん、これは すごくね IC ベルリンの製品全部にねいい点ですね。で、いつも僕がかけているあのアーバンっていうこのモデルでも全然問題なくいつものかけ具合で入ります。うん、これはねなんかあのあれですね、あのすごく良かったなと思います。ちょっと熱いから取ります。サングラスでね、こんな感じで、であのテンプロのねこの色もねちょっと別光柄みたいですごく気に入りました。ですごく軽いしね、やっぱり普段もかけやすいっていうのがねいいとこだと思います。まあ、今あの1月9日まで IC ベルリンの全製品ね、新製品も合わせて全部見れますので、ぜひあの山線まであの遊びに来ていただければ、いろんなこのあの遊びの話もできますし、あのぜひご来店ください。ではまた。